はあのーはい、ね、あの今テレビ映ってる、足元、小林さんの足元にあります G1、これ足元の G1X4 っていうペダル付きのやつと、あともう一個 G14X のないやつは、ペダルなしのものなんですけど、今日使って演奏していたのはこのペダル付きの G1X4 というものを使って、今日まあセミナーを開催したいと思いますけど、今回の今日のセッティングは、もう全部この G1 の方で音作りをしてます。まあ、あの直感的な作り方を、主眼に置いて開発してますんで、まあ、実際使っていただいてかなり昔のうちの製品から比べたら、使いやすくなったんじゃないかなと思います。なるべくあのコンパクトエフェクターを操作できるような感じで作りたいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと今回の一番あの一番下のクラスのエフェクターなんで、どうしてもあの制限がありますので、上のクラスだとやっぱりそのエフェクターの画面が表示できる窓が増えていって、まあ、よりもっと操作しやすくなるんですけど、まあ、この筐体で、できる限り直感的な操作できるようにという形で開発しました。でこの G1 に関しましてあのモードが3つあるんですね。まず1つがメモリーモード、ストンプモード、あとはエディットモードという形で、まあ、メモリーモードっていうのはあの演奏に使用するパッチを選択していただいて、やっていただくモードで、ストンプモードっていうのは、フットスイッチ操作していただいて、まあ、あの足元に2つあるんで、それをフットスイッチで操作していただいて、まあ、5つ最大この中でエフェクトを並べられるので、その5つのエフェクトを画面上に出して、実際にコンパクトエフェクトを並べようというような形でオンオフして、使っていただくような形でストンプモードっていうのをご用意しています。あともう一個がエディットモード。まあ、それを、まあ、一番最初にパッチって言いましたけど、それはあのエフェクトが集まった1個の集合体を私たちの中ではパッチっていうふうに定義してるんですけど、まあ、そのパッチをじゃあ何か音色変えたいなとか、そういう時にか、使っていただくエディットモード。この3つのモードで成り立ってますので、はい、その3つのモードを使い分けて、まあ、演奏していただくんですけど、今日小林さんはもうメモリーモードで今演奏していただいてるんですよね。はい、そうですね。今回この G1 に関してあの新しくというかですね、まあ、便利な機能としまして、演奏の場所によってやっぱ音の響きとか変わってきて EQ、イコライザーでちょっと調整したいなっていう時が出てくると思うんですよ。はい、そういう時って今までの、マルチエフェクターというのは、まあ、一回中に何かメニューで入っていただいて、まあ、EQ をちょっと入れて上げたり下げたりって調整しなきゃいけなかったんですけど、せっかくまあリハなりなんなりで音作ってきたらまたそこでちょっといじらなきゃいけないってめんどくさいっていうのがあるんで、今回はあの、まあ、EQ を直感的にローミッドハイの3バンドなんですけど、あの表に出しまして、それをもうちょちょっとやっていただければ EQ 調整ができるようにしました。クリッと回していただければローミッドハイがメニュー画面に入らずそのまま調整していただける形になるんで、いつでもフリーなんですよね。そうですね、はい、当然中には当然あの細かい EQ とかそれぞれのエフェクターなりアンプなり、はい、当然音作るための EQ ももちろんあって音作るんですけど、はい、まあね、そういうことですよね。環境によるとか、はい、こう繋ぐアンプによるとか、やっぱりステージとか、小林さんも実際ステージに立って、はい、ここだともうちょっと変えたいなとかっていう、そうですよ、はい、あるわけですか。やっぱ出方とこうなんていうんですかね、この会場なりっていうんですかね、はい、なんかやっぱあるじゃないですか、音圧感じられるのかローが回るのか回らないのかとか、はいはい、まあ、そういうのでなんかやっぱりちょっとこうミドルを足したいとか、はい、ローを下げたいとか、はい、やっぱちょっと思ったりするもんじゃない。ギタリストってやっぱ細かい、そうですね、細かい神経質のやつばっかりだから、はいはい、ね、ちょっとこうしてずっともうやる気なくなっちゃうみたいな、そんなやつばっかりじゃないですか大体。ギター投げちゃった、そう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 、はい、そういうのなんで、そこでもう一回じゃあ 今までにこの一生懸命作ってきた音のパッチを変えたいかっていうと、なんか嫌ですよね。なんかちょっと冒険になっちゃうんですよ、はい、変えるとじゃあどっか保存してじゃあこれは変えてもいいよみたいな、はい、なんかもうパッチめちゃくちゃになってくるんですよね、はい、だんだん。それがですね、あの別個でいつでもいじれるっていう EQ があそこに飛び出てる、はい、つまみでいつでもパッチに関係なくできる。そうですね、はい、なので本当に直感的にその現場にあった音調整ができるっていうふうに素晴らしいですね、はい、で今まで のマルチエフェクターってどういうふうにやってたかっていうと、やっぱりああいうギターアンプにマイクを立ててですね、実機をこうつないでですね音を出してそれをまあ解析して、それを入れ直してっていう形でエフェクターに入れてたんですけど、今回に関しましては、そうですね、例えばマーシャルのアンプあるじゃないですか、あれを全部バラします。
部品一個一個解析しました。これは、マーショーのアンプに限らずこの中に入っているものは全部その方法で、解析して音を全部入れてますので、そうですね、例えばマーショーだったらマーショーのノイズの出方とかあると思うんですけど、その出方まで一緒になってると思います。小林さんどうですか。そうですね、僕はそのプロのそれこそ何ですか、ズーム歴30年ぐらいなんで、あ、もうそんなになりますか。はい、なってますよ、なってますよ、はい、ありがとうございます。30年ぐらいになってるんで、もう数々の初期の頃から、数々の、ダメダメの頃から、いや、ダメダメじゃない、ダメダメじゃないです、あのもうこうベルトにつけるタイプの、ああ、はい、もうあのそう使ってますよ。ありがとうございます。ここでね、ここでこうやって切り替える、多分今日会場にいらっしゃったけど、その知らない方は知らないんですかね、ほとんどが、はい、そうそう、昔そういうのあったんですよね、そういうエフェクターが、はい、そうそう、こう腰にこうつけてこうやる、ここから始まってますから、なかなか斬新なエフェクターを出したのがありました、そんなのありましたけど、そうです、もう当然一番進化してて、あのアンプに近づいたっていうか、はい、もうそういうシミュレートが変わって、そうですね、最初は G3、 そうですね、はい、あそこからかな、普通にプロユース機材みたいなサウンドにいきなりなったので、はい、ありがとうございます、はい、で今その N がつくシリーズの方の N っていうになって、そういう、シミュレートをさらに、中のパーツまでシミュレートしてるっていう風になったんで、もう本当にそのアンプ使ってる感じに、はい、がもうものすごいコストパフォーマンスで、ありがとうございます、音出ちゃうっていう、ありがとうございます、驚きな感じです。まあいろいろあの冒頭ババッとこう説明しちゃったんですけど、はい、まあエフェクトいっぱい入ってますよっていうことを私申し上げたんですけど、じゃあ実際どのぐらいの数入ってるのかっていうと、 G14 ペダルのついてない方で65種類、この今日小林さん使ってるペダルがついてる GYX4 で71種類のエフェクト入ってるんで、まあね、コンパクトエフェクターなりアンプなりを50個、60個買ったらじゃあいくらになるんだよっていう話になると思うんですけど、確かに ね、それ広告に書いたらいいじゃないですか。はい、そうします。あの、まあ、シミュレート的なエフェクターも入ってるわけじゃないですか、はい、エフェクター、はい、当然アンプも含めて、アンプも入ってますね、まあ、実名を言える言えないはあるとは思うんですけど、はい、そうね、なんかいろいろあのケンタウロスのタウロスさんとかオーバードライブが入ってるとかなんかあるじゃないですか、はい、それがこう一つ一つこう値段リストになってて、それはすごい怒られちゃいますもんね全部だとこんな豪華なものになりますよ、はい、なんか何千万、ちょっと分かんないですけど、はい、何百万何千万になるみたいな、はい、それがこの価格みたいになりますよね、はい、そういう風に YouTuber がやればいいんだ、誰かがね、そうですね小林さんはなんかちょっとこのパッチ良かったなってのあったら、はい、今全然打ち合わせと違うのになっちゃってるんですけど、あ、はい、どうぞあの例えばね、パッチでいくと、今あの17番っていうの今押したら17番、はい、はい、打ち合わせ違いますね、名前がランディトレインって書いてあるんですよもうなんか絶対弾くリフ決まってるっていうあ、そうですね、はい、絶対ね、はい、ランディトレインだからランディトレインであのリフ聞かない人いない、多分あのランディだろうと、多分あのトレインだろうみたいな、そうですよね、そうそう、あのこうね、フライング V 飛んでるみたいな、そうですよね、あのビデオクリップ線路の上、多分それ、そう、それじゃないかみたいな感じじゃないですか、はい、それ弾いてみてもいいですか、あ、どうぞじゃあランディトレインっていうパッチをこのフレーズ聞いた気がしますけど、はい、やっぱいつ聞いてもいいフレーズですね。あ、そう、かっこいいですね。はい、かっこいいです。そう、バッチっていうと、その中にこの例えばこのランディトレインを弾いていただいて、なってた今、まあ、僕だったらもうちょっと歪み減らしたいなとか、もうちょっとディレイ加えたいなって言ってもそれができるようになってますので、ご自由にエフェクトいらないエフェクトは削る、足すっていうのは簡単にできるようになってますので、それはそのまま使わなきゃいけないっていうものではないので、自由に変えるようなことができるようになってます。あ、そうです、みんなわかる、そうです、コンプ感が今、まあ、粒を揃えるみたいな、弾くとすごくわかるんですけど、これはもう今もう触れるぐらい、本当にピッキングしてないんで、触りましたぐらいの音からピッキング、これ大きくしてこのぐらいコンプかかってるんで、はい、同じぐらいに聞こえる、はい、で、ちょっとフェイズって書いてあるんで、コンプフェイズって書いてあるんで、はい、フェイザーの音がちょっと入ってますね、キャインって言うやつ、はい、
説得力もないんで小林さんに喋ってもらってほしいなと思うんですけど。アルペリアもいけた。勝手にじゃん。そういう感じのかかってるからね。かっこいいかな。かっこいい。まあ、こういった感じのいろいろな音色が入っているので、まあ、買っていただいてその場でパッチだけ演奏していただいてもかなり楽しめるというか、まあ、今にかかると楽しいっていう、ね、小林さんの言葉が出ましたけど、まあ、本当に楽しいものだと思います私も、はい、これ音じゃないですよね。これZoom がですね、創始されてからですね、まあ、ずっとエフェクター作ってたんですけど、その頃からあるエフェクトで、ボマーっていうエフェクトなんですよ。これ何かっていうと、爆弾の爆発した音なんですよ。はい、それは、似たようなエフェクトに入れて何やるかっていう話なんですけど、使い方がよく、僕も分かってないんですけど、まあ、うちのエンジニアのこだわりですね、必ずこれを入れると。必ず入ってるこれ、はい、まあ、迷惑でしょうが入ってます、ね、はい、アコースティックシミュレーターも一応入れてあるんで、エレキ用のエフェクターですけど、はい、うん、アコースティックのアコースティックな感じも音欲しいなっていうシミュレーター、アコースティックシミュレーターも入ってるんで、ね、素晴らしい、はい、うん、ちょっと音を皆さんに聞いていただいてもいいですか、ね、クリーンでやったやつですけど、はい、ちなみにそのシミュレーターをオフってもらったらどんな生音になるんでしょうか、はい、これエレキ、はい、ちなみにコーラスと、はい、リバーブ、はい、は入ってる、まあ、同じっていうか、はい、シミュレーターだけ外した、はい、まあそうね、こういう感じですね、エレキ、まあ、悪くはないですね、まあ、普通に、はい、普通に、あ、エレキじゃなくなった、コースティック、まあ、こういった感じでかなりいっぱい楽しんでいただける面白い音色も入ってますので、多分普段オクターブとかあんまり、例えばギター始めた人ばっかりとかがっかりはしてないと思うんで、なんですかね、ギターこれもやるよっていう人もこれ1個買っていただければエフェクターの勉強にもなるかなっていう代物にもなっていますね、はい、まあ、ここからちょっと裏技的な機能をご案内したいなと思うんですけど、まあ、マルチエフェクターっていうからにはまあデジタルの製品なんですね、アナログの製品ではないんで、まあ、冒頭に言いましたようにはどれだけ本物の機材に音を近づけるか、デジタルで音を出せるかっていうのを、やっていくわけなんですけども、その中でデジタルの製品だからできることっていうのもまだあるんですよ、いっぱい。例えば、はい、普通エフェクター買ってギター練習するときにリズムがやっぱ皆さん欲しいじゃないですか、どうしても飽きてしまうんですけど、この中には、リズムパターンが入ってます。今までそのリズムを鳴らすためにどこに行けばいいのか分かんなかった。そうですね、はい、なんかパッチの中入ってってリズムパターン出すまでが、はい、そうですね、鳴るんですけど、はい、そこに行くまでがそう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 大変だったのを多分、はい、まあ、お持ちでいたら多分皆さんそうですね知ってるんじゃないかなと思うんですよ。でなおかつエフェクトを何個か潰していただかなきゃいけなくなったんですよ。そう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 ですね、はい、で今回のこれに関してはここにドラムのマークがちょっとごめんなさい見づらくて、はい、一番右側の端のボタンがドラムの絵が描いてありまして、これ光ってるのでいけば、はい、一番左のボタンがこれリズムポチッと押していただければリズム、はい、リズムになっちゃうメニューに入る。実際じゃあそのリズムパターンの中鳴らしていただいてもいいですか。はい、まあ、8ビートそうね、こういうのがパターン全部自分で BPM 変えます。おお、1曲できた、1曲。まあ、そういう使い方もできますよね。まあ、これが普通のコンパクトエフェクターのない利点の1個、1つ目です。
ここにヘッドホン端子もついてるんで、ヘッドホンをつなげていただければ、アンプにつながないでヘッドホンをつなげていただければ、夜例えば深夜急にギターが弾かなかったとか、でもヘッドホンで弾けますので、アンプから音出す必要はないと。なるほど、はい、これコンパクトって絶対できないですよね、これはね、はい、もありますし、あとオブジュアリー端子っていうのついてます。オブジュアリーっていうのは例えば iPhone とか音出しますよね、それをそこのオブジュアリーにさせていただくと、まあ、お気に入りのミュージシャンの楽曲を流しながら、それ自分で一緒に演奏できるということもできるようになってます。でまあチューナー機能ありつつで、もう一個ルーパー機能っていうのがついてまして、実際じゃあちょっとルーパーってどんな感じで使うのかっていうのは小林さんに今試してもらいたいんですけど、大丈夫ですか？ルーパーですか？はい、ルーパーのボタンがついて、これピッて1個押せば、はい、ルーパーのモードに入れるような形ですね、うん、はい、まあ、今リズムを選んでいただいて、そこにルーパー機能を使っていただくっていう、いきます思ったらそのフレーズを録音すればいいんですよ。ソロを作ってるとして、はい、アドリブして、あ今のフレーズかっこいいと思ったらそこを録音して、はい、でまた聴けばいいし。ルーパー機能どうですか皆さん、実感していただきました？音を重なってるの分かりました？作曲とかやっぱりその一個一個きっちり作るってなかなかね、一曲作るとかパターンですね、なかなかこう打ち込んで、はい、じゃあ今のベース入れてどうこうとかやったら、うん、それだけで時間経っちゃうし、そうですね、うん、フィーリング忘れちゃうっていうか、なんか今面白いみたいな感じのをどんどん捉えていった方が、はいはい、早いっていうか、まあ、そういった形でね、あのマルチエフェクターだからこそ、入れられる機能っていうのは今ご紹介させていただいたと思います。今までそのただ音を良くする、使い方を良くするっていう部分で説明を出してきたんですけど、まあ、今言ったようにちょっと違う使い方も、違う機能も入っているっていうのはマルチエフェクターの特徴でもあると思います。
ペダルの操作を忘れてましたね。まあ、この機種だとね、ペダルない機種ももちろんあるんですけど、はい、ペダルは、まあ、あのボリュームペダルだったりとか、ワウペダル、当て側 L、はいはい、あのペダルついてますんで、ボリュームペダル、あえて買い足さなくてもいいですし、ワウペダル買い足さなくてもいいですね。このリードの僕の作ってるのにはワウが入ってて、はい、ワウはあの本当にあのなんていうんですか、ボックスだったりあのクライベイビーだったりと一緒で、はい、あの踏み込むタイプに入ります。一緒の使い方です、ね、頭とはい、はい、ペダルもついているのでボリュームとかワウとかいろいろ当てたアサインして、使っていただくこともできるようになっています、ノイズリダクションってギターやってる方だったら結構使う方いらっしゃるので、どうしてもさっきみたいにさーっと音が入っちゃいますよね。あとは会場によってはノイズ拾っちゃったりとかってすると思うんだけど、それもやっぱりどうしてもこうノイズを出さないようにするというエフェクターが、ノイズリダクションというエフェクターがあるんですけど、それはうち独自でノイズリダクションを開発しまして、この中に入れてます。でそれ結構まあ、小林さんもそうですけど、プロのミュージシャンの方使っていただいて、かなり評判いいですね。このリダクションは優秀だなっていうふうに言っていただきました。小林さんも実際どうですか、うちのリダクション。いや、優秀ですよ。もう昔から優秀です。ありがとうございます、はい。ずっと入ってますよね。そうですね。さっきのボマーみたいな余計なのもずっと入ってますけど、あれもずっとそうですね。ちょっと実用的なエフェクターもずっと入ってるんですね。ずっと入ってますよ。で、しかったら僕の普通にそのノイズリダクションっていうのを知ったのも、もうデビューがもう最初から。あ、そうですか。ズームさんに入ってるので、ZNR もずっと入ってますからね。あ、そうですか。ノイズリダクション。まあ今入ってるんですけど、そうですね、ノイズが全く聞こえてこない。おお、優秀。こんなに切れるっていう。そうですね。しっかり。原音を損なわずに。そうなんですよね。気にならないんですよね。ちなみにそれ切ってもらったら。じゃあ切ってみますよ。はい。まあ普通スタジオ入るとこな感じですね。立ち位置ハウっちゃうからみたいな、はい、気にしながらそう気にしちゃうみたいな、やっぱ離れなきゃみたいな、はい、こういうやつがやつちょっとバンドの人怒られちゃう、そう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 、PA から怒られちゃうやつ、はい、まあ、入れないと通常こうこんな、入れるとすごい、おーおーすげえ、みんなの会話も聞こえちゃうぐらいに完全にゼロです、はい、本当にノイズが消えると、そうですね。一応これで今回の G1 のセミナーが終了という形になりますので、皆さん長い間ありがとうございました。